したりとか、それから、お医者さんが患者さんに、これがあなたの胃袋です。胃袋ですとか言って、で胃袋のこの辺にちょっと腫瘍ができてますので、ちょっとまずいですよとか言ってみたりとか、あとはこれ歯医者さんが、これがあなたの奥歯なんですけど、この辺ちょっと虫歯があるので、こうやってちょっと切断しますねとか言う。で、まあ、この辺の話はまあ冗談だったんですけど、あ、冗談というかまあ適当な話だったんですけど、実際にその高校の先生が地理の授業で三次元的な地形を教えるっていうのを使っていただいた例があります。で、三次元的な地理って山があったり谷があったり川があったり、三次元的な概念をやっぱり二次元の黒板で教えるのに非常に苦労されているということで使ったものです。で、いろいろ例があるんですけど、例えば一つはうまくやれるかな、準備がいいんですが、まあなんかこんなような仕込んとかなきゃいけないんですけど、まあなんかこんなふうに用意して、教えたいのはその開口の概念をした教えたいときに、まあ、二次元で例えばこれが海面です、これが島です、大陸棚です、海溝です、まあ、海底ですとか言ったときに、海溝を見て、なんかそのすり鉢状 のコーンをひっくり返したようなものだと思っちゃう生徒が結構いることに気づいたというときに、今3次元的な表現を使うと、こういう絵を見せれば、あ、穴じゃなくて溝なんだということが分かる。それから、もう一つ、まあ、一番いい例は、等高線を教えるというやつ。等高線ってこう地図上のしましま模様で、もちろん一度理解した人にとってはまあ意味わかりますけど、特に三次元的空間把握があまりよくできない生徒にとっては、地図上のしましまの意味はなかなかわからないという時に、こう三次元の山を描いて、正面から見た山、横から見た山って言って、でこれに高さを表す線を描きましょうって言って、10メートルの線、20メートル、30、40書いて、でこれが高さを、等しい高さを表す線ですと言って、でこれを上から見ると、あ、どこかで見たしましま模様で、これが等高線ですという概念がまあ伝わるんじゃないか。他にも滑らかなスロープは、まあ、間隔が広くなるし、まあ、きついスロープは、まあ、間隔がきつくなるというようなことが分かるんじゃないか。で、まあ、ちょっとした宣伝ですけど、まあ、これゲームに使われたりパソコン用のソフトになったりしてます。で、今年のシーグラフに1本、我々の論文が通ってまして、それの紹介をちょっとさせてください。でこれは今の元のテリーのある意味続きですね。で、最初のさっき紹介したテリーは1回書いたらそれで終わりで、後からなんか細かい変形したりはなかなかできなかったんですけど、今年のファイバーメッシュっていうシステムはその後からつまんで変形できるようになっています。その辺がポイントです。これからデモしますけど、そのカーブ、三次元表面上のカーブをコントロールハンドルとして認定していこうということです。今までの三次元モデルのサブディビジョンでも何でもそうですけど、大体点で制御してたんで、そうじゃなくてカーブを直接いじれるようにしたら、もうちょっといいんじゃないかなということでやりました。これがデモです。まあ、基本的にはテリーと一緒で何か書くと、まあ、ぷくっと膨らむ。ただですね、違いが一つあって、最初に書いたストローク入力がそのまま残ってるんですね。でこれを、ハンドルとして例えば、下に引っ張ってもうちょっと膨らましたり、尻尾を引き上げたりできる。でさらにこの青いのが制御コントロールでユーザーが自由に決めます。であとのサーフェスはオプティミゼーションでカーバチャーの変化が一番小さくなるように自動的に計算されます。でもこれはインタラクティブに動いてるっていうのが一つのコントリビューションなんですが、あとはそのユーザーが自由にこう制御コントロールを加えていける。でこれが今制御コントロールを加えたんで、これで厚さを変えられるようになりました。こうつまんでもっと太らせたり、ちょっと痩せてみたり、太らせたり痩せたり。で、まあ、これ細かいこと今日アルゴリズムまで説明できませんけど、まあ、いわゆるよくあるラプラシアンメッシュエディティングの手法をオプティミゼーションに適用したサーフェスコンストラクションにまあ使っている。でいつもやってみせるのは、例えばトトロの腕みたいなものを作ろうとすると、まあ、こう書いた後に正面から見て、下に引っ張り下ろして、で見ての通りその青いのがスムーズなコンストレイントで、赤いのがシャープなコンストレイントなんで、でそれをこう自由にこう消したり付け加えたりできる。消せばコンストレイントがなくなりますし、それを引っ張ればこう、まあ、こんな感じで、スムーズにやれるし、まあ、こうやると、
でこんな形のシャープなやつがあったりっていうのは、ね、元の定理ではできなかったので、でまあ、その辺がコントリビューションになっています。で、まあ、こんな感じで頑張っていくと、まあ、これぐらいの結果が得られるようになっています。人の顔とか、まあ、これはむしろモコッとしたものから始めて、線を引いて制約を加えて、ちょっと引っ張って変形して、また線を加えてっていう感じです。これなんか思ったより綺麗にできています。で今日本当に細かい話する時間はないですが、まあまあ、基本的なアイデアは最近流行りの、まあ、今日も発表ありましたけどラプラシアンサーフェイスエディティングとかディフェレンシャルジオメトリーのメソッドをそれは大体変形にしか使ってなかったんで今まではすでにあるものでフォーメーションしか使ってなかったのをその綺麗なサーフェイスカーバチャーの変化が最小になるような綺麗なサーフェイスコンストラクションに使えるように、まあ、変形して使ってますというのが、まあ、アルゴリズム